皆さんこんにちは、ウェイズの小西郎です。今日の、動画は巻き方のレクチャーになります。今回ポニーテールをやってるんですけど、ちょっと波ウェーブっぽい質感を出してみました。波ウェーブっていうとストレートアイロンで出してるイメージがすごくあると思うんですけど、今回はコテでこの巻き方をして波ウェーブっぽくやってます。このコテでやるだけで、一気に波ウェーブっぽく出て、より立体的に柔らかい質感になるので、ぜひこの巻き方を覚えていただいて、ポニーテールとかまとめアレンジをぜひチャレンジしてみてください。ではフル動画でアップしていきたいと思います。はい、では巻き方のレクチャーをやっていきたいと思います。今日は、こちら 26mm のコテを使ってやっていきます。だいたい全部で、左右合わせて6箇所ぐらい巻いていきます。で、表面のほんとこの上の部分に、6箇所ぐらい巻いていきますね。で、今回巻き方はリバースで巻いていきます。後ろに向かって巻いていくやり方でやっていきます。だいたい小指分ぐらいの太さで、このぐらいの量で巻いていきます。根元から1回転最初を作っていきます。ぐるっと1回転したら、しっかり熱を当ててあげて滑らします。滑らせたらまたぐるっと根元に向けてあげます。で、また毛先までぐっと入れてあげます。だいたいこのぐらいの長さだったら3回転ぐらいしてあげるとしっかりついてくれるかなと思います。で、これを縦に抜いていきます。で、縦に抜くことでカールがしっかり残ってくれるので、このぐらいのカールを一度作っていきます。最初ぐるっと出て大丈夫かなと思うんですけど、後でほぐしてしまうので大丈夫です。で、2つ目作っていきます。これも同じぐらいの幅で、同じぐらいの量でやっていきます。しっかり今回も根元からまず1回転入れてあげます。で、1回転入れたら滑らします。たらもう1回転入れます。また滑らせてぐるっと入れます。で、これを縦に抜いていきます。この時毛先まで無理に巻く必要はないので、ちょっとカールが足りないかなと思っても大丈夫です。大事なのは根元からしっかり出てるカールが大事になってくるので、ここをしっかり作っていきます。滑らせて巻く、滑らせて巻く、で、縦に抜きます。で、これを逆サイドまでやっていきます。で、これができたら一度ぐーっとほぐしちゃいます。ぐーっとほぐして、このぐらいちょっと緩くなります。これができたら、ポニーテールを今日はやっていきたいと思います。顔周りの遅れ毛を残した状態で、今回はちょっと2段階でポニーテールを作っていきます。一度、後ろの耳より下の部分でちょっと上に向かってゴムで留めます。ぎゅっと留めます。で、その上からさっきのをまとめてあげます。で、これをぎゅーっと止めますね。最後にほぐすときにここがしっかり止まってないと徐々に崩れちゃうので、ぎゅーっと止めてあげます。一応ゴム隠しもやっておきます。はい、これで土台の完成になります。で、これができたらほぐしていくんですけど、さっき作った、26mm の波がもうすでに若干浮き上がってるんですけど、そこの浮き上がってる部分を引っ張り出します。ここですね。ここを引っ張ると
さっきの波が一気に2つ出てくれます。でこれをさっき出したところまで、3本6本引っ張ってあげますね。でまたここの顔周りのところに引っ張るのを巻いてあげます。でそれを引き出すだけでこの波ウェーブっぽい質感が表面から出てくれます。逆サイドも同じです。この引き出すだけでさっきの 26mm の波が波ウェーブっぽい質感が出てくれるのでこんな感じですね。どうしてもストレートアイロンでやると波ウェーブってすごく難しかったりするので 26mm のこの質感もすごく可愛くていいと思います。で巻いてるのでより柔らかい質感が出てよりラフな、アレンジになります。で今回ちょっと2段でポニーテールもしてるのでより崩れづらい土台がしっかりした状態で崩れづらい、アレンジになってます。はい、これで今日のヘアチューブになります。ストレートアイロンでやるのではなくて 26mm のコテで巻くことでこのぐらい柔らかい質感が、作れるのでぜひ皆さんもこの動画を見て 26mm、まあ、細めのアイロンで表面から根元から、巻いてみてぜひポニーテールアレンジだったりとかシニアアレンジまとめアレンジをぜひチャレンジしてみてください。